エロフェイ・ハバロフの記念碑、エロフェイ・パブロビチ・ハバロフは、17世紀ロシアの商人、探検家。アムール川流域を本格的に探検し、その植民地化を図った人物として知られている。ロシア極東の大都市、ハバロフスク、及びアムール州のシベリア鉄道沿いの町エロフェイ・パブロビチは、彼の名にちなんでいる。ヨーロッパ・ロシアの北部で、 八海に流れる北ドビナ川沿いにあるベリキーウスチュグ付近で生まれた。記事には諸説あるが、スブヤティツキーというあだ名があることから、スブヤティツァ村という説も有力である。ベリキーウスチュグの付近では、セミョン・デジニョフやウラジーミル・アトラソフなど、シベリアや極東へ向かう商人や探検家を多く、生んでいる。ハバロフは、近くのソリビチェゴドスクの町で、 後の大富豪ストロガノフ家が営む、聖園所で管理人となったが、やがてシベリアでの交易に活路を見出した。1625年、ハバロフは、西シベリアのトボリスクから、帯川を下って河口にある港町、マンガゼヤへと船で渡った。3年後、ハバロフは、マンガゼヤから探検隊を率いて、川船に乗って東へ向かい、丘を越えてヘタ川に到達している。 1630年には、マンガゼヤからトボリスクへ戻った。今度は、東シベリアへ向かい、1632年から1641年に、かけてレナ川上流に住家川などを飽きなった。また、レナ川に北川やキレンダ川が合流するあたりに、農業と生園を営む集落を築き、経営を行っている。1641年には製粉所も設けたが、 やがて当地のボエイボダのピョートルゴロビンと対立し、ヤクーツクの監獄に入れられるなどしている。1648年、ゴロビンに代わりドミトリー・フランツベコフがヤクーツクへ、赴任する。ハバロフは、新たな総督に対し、ヤクーツクの南方のダウリアは、レナ川流域よりも農業に適した地であるとして、ダウリアへの探検を行うことを請願し、認められた。こうしてハバロフは、 バシーリー・ポヤルコフによる1643年から1646年のロシア人最初のアムール川探検に次ぎ2回目となるアムール川探検を率いることになり1649年春に慈悲でタイニや武装をまかなってヤクーツクを立った以前にポヤルコフが辿ったオーロはレナ川中流域の支流アルダン川を南へ遡る ものだったが、何度も船を担いで山を越える困難な道のりであり、とても実用的な経路ではなかった。ハバロフは、レナ川上流の支流ビチム川を南へ遡る、ことにより、より容易に、アムール川流域にたどり着けるのではないかと、考えていた。1647年には、ヤクーツクの漁師が、ビチム川の東を平行するオリオクマ川を遡ると、 アムール川上流にたどり着くはずだという報告を行っており、ハバロフはこれに基づいてオリークマ川を遡る経路を取ることにした。ハバロフ一行は、レナ川からオリークマ川に入り、支流のトゥングル川を遡り、その上流で船を担いで丘を越え、アムール川上流のシルカ川に達することに成功した。翌1650年の初めには、ダウリアに入ったが、 すでに小桜が、レナ川流域で暴れ回っているという噂がこの地にも届いており、住民らは逃げ出していた。良い土地と良い経路を発見したという成果を得て、ハバロフは1650年5月に、ヤクーツクに戻った。彼は報告の中で、ダウリアを褒めたたえたが、中国による干渉の危険があることを警告し、次の探検は、 職業軍人が大規模に行うべきであることを提案した。提案に対するモスクワからの返事が遅れているため、フランツベコフ総督は、自らの権限で探検隊を組織することを決め、ハバロフに大規模な部隊を与えて南へと送り出した。フランツベコフは、ダウリアの子たちに宛てたツアーリアレクセイからの書簡も持たせた。この書簡では、ダウリアの大らに対して、 ロシアのツァーリに服従することを要請し、もし従わない場合は6000人からの軍隊を送ると脅していた。フランツ・ベコフはダウリアにいると聞く、ボグド以降はシベリアの州長のようなものではないかと考えていたが、これは実際には中国皇帝のことを指す言葉だった。アムール流域図。ピンク色の川がゼア川ハバロフの部隊は1650年の 秋に丘を越えてシルカ川に至ったが、今度は武装した住民らによる抵抗を受けた。川を下ったハバロフは、アムール川が最も北に達している地点でアルバ人に、引き入られた、ソロンブのダウル族、オロチョン族らを破り、ソロンブの中心であった、ヤクサにアルバ人という越冬用の要塞を築いた。翌1651年6月には、 ヤクーツクからの増援もアルバジンに到着した。ハバロフは、軍勢を率いてアムール川を降り、流域の先住民を制圧していった。ゼヤ川、ブレイヤ川の合流点を過ぎ、9月には、スンガリ川の合流点に達した。9月29日、ウスリー川との合流点にあるアチャンスクというところで、越冬することを決めた。10月8日には、 アチャンス及びルチェルの連合軍1000人ほどが要塞に攻め寄せたがこれを撃退している。こうした部族はコサックが勝つ重い功能の徴収に反発していた。ロシア人たちはアチャンスクを拠点として11月にはジャクシュルに引きられた部族を冬にはネチガに引きられた部族を襲い彼らから多数の貢ぎ物を取り立てロシアのツァーリへの侵入を誓わせた。 ハバロフはこの過程でアムール川の地理をアムール川図にまとめている。しかし、新領内の満州北部におけるロシア人のこうした行動は真の軍事行動を呼び起こした。ニングダを立った2000人の新軍は1652年3月24日アチャンスク要塞のロシア人を包囲し攻撃を始めた。ハバロフらはなんとかこの攻撃をしのいだが より多くの新軍が続くことを恐れ、アムール川の氷が溶けると、アチャンスク要塞を放棄して上流へと退却した。途中で6000人の新軍と対峙したが、霧に紛れて退却することに成功した。ハバロフは、捕虜から、スンガリ川にさらに多くの新軍が集結していると、聞いた。さらに上流では117人のコサックの増援と、合流した。この増援部隊は、 先に、ハバロフ一行を探すための先見隊が出ているが、知らないかと、ハバロフ一行に尋ねたが、ハバロフは、先見隊には合わなかったと答えた。行方不明になった、先見隊を探すべきだとの声が出たがハバロフはこれを無視して上流へ向かおうとし、部隊内部での亀裂が広がり始めた。1652年8月1日には、ゼア川の川口へ到達したものの、 一行の内コサックのステンカポリアコフに引きられた136人が反乱を起こした。ハバロフの側には212人だけが残った。ハバロフはこの日、どこに越冬地を作るべきかという疑問を口にしたが、これがゼア側に止まって、新軍の攻撃を待つべきかと受け止められてしまったと、ハバロフは報告で言及している。 この後、秋から冬にかけてハバロフ川とポリアコフ川は、戦闘に入るが、最終的には、ハバロフ川が、反乱川を制圧した。ハバロフが、ゼア川の越冬地から、ヤクーツクのフランツベコフに送った報告には、彼らの一行が村々を焼き払い、原住民を殺し、捕虜を拷問した様が綴られている。1653年秋。 トミトリー・ジノビエフに率いられた150名の増援部隊が到着した。貴族であるジノビエフは指揮権の完全内情を要求したが、ハバロフは拒み、逮捕された。しかしジノビエフも、ハバロフの部下たちからは、協力を得られず、清との交渉も成り立たなかったため、一部を残して、アムール側からヤクーツクへ引き上げることを決めた。 オヌフリー・ステパノフが後に残った兵の指揮官となり、以後はムール川沿いを転戦して、村を襲ったり毛皮を取り立てたりしたが、1658年6月30日、真の将軍サルフダが率いる水軍に囲まれ、部隊は壊滅した。ハバロフは、地位と財産を剥奪され、モスクワへ裁判のために送られた。15ヶ月かかって、シベリアを横断して、 モスクワに着いたハバロフは裁判にかけられるが、一年後に無罪方面を勝ち取った。彼はツァーリからシベリア探検の功績を称えられ、下級貴族の地位を与えられてレナ川上流の開拓地へと戻った。その後のハバロフについては、1667年に新たなボイボドのゴドゥノフに当てた文書が残されている。ハバロフはこの文書で、 自費で100人からの入植体を組織し、アムール川流域に全焼と町を築いて畑を開拓し、穀物を生産して、ザーリに送るという構想を語っている。この文書に対し、ハバロフがどのような返事をもらったかは分かっておらず、その後の彼の運命も分かっていない。彼のボツチも分かっていないが、キレンスクやブラーツクなどには、 彼の墓があるという言い伝えがある。エロフェイ・パブロビッチは、ハバロフにちなんだ地名である。ありがとうございます。